はい、今日も商業図やっていきたいと思います。さあ、お前がごてだ。今日もね、頑張っていきたいと思いますけれども、最近なんか割と時間が足りなくて負けることが多くて、まあ序盤と中盤ね、割と考えちゃうことが多いんですけど、まあ個人的に序盤中盤考えるのが僕は好きなので、三賢美者、なんかそこを早指しで行こうとは思わないですねなんか考えてる時間が一番楽しいんですよね、序盤中盤で。まあでも決断よく指したいですかね。決断よく指すっていうのは大事かなと思うんで、まあ美濃囲いでいきますかね。片美濃囲い、さあ美濃囲いどんどん指していきますけど、この右四間飛車来そうな雰囲気なのか。まあ一回入りますか。まあ銀上がりますかね。これは穴熊っぽい。ほう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 。なるほど。まあでもちょっと、そうですね。まあ王様寄ってくんのかな。どうなんでしょうかね、これは。銀上がっといて。さあどうするかな。銀を対抗してきましたか。6筋ですかね。6筋回ってくんのかな。ちょっともう一発くらい取っていきますか。端受けるんですね。桂馬跳ねてきます。ちょっとね、面白いタイミングでつけたらいいかなと思うんですけど、どうなんだろうな、これ。角交換きますかね。で、端ついてきて、まあ、そうですね、これでどうかというとこなんでしょうけど、まあでも、そうだな、どうするかな。角打って、まあ、飛車なってくるんですかね。飛車なってきて、あ、角打ち。これは取るかな。これで、そうですね、飛車、先に打ち込んじゃいますかね。そうだな。でも、桂取りも嫌なんで、難しいけど。そうだな。まあ、でも、多分、桂馬取れないのか。角が効いてるから。じゃあ、そうだな。飛車打っといく？飛車打っていく？だろうな。むずい。非常にむずい。7分。ちょっと決断よく行こう。決断よく行く言ってたの全然言ってないですからね。まあそういう感じですかね。また桂馬取り合うか。そういう感じか。馬が取っ、馬切ってくんのかな。切ってくる手も考えられるが、一個寄っとくか。硬いですもんね、一個寄ると。
一個入れると硬いな。そうですね、一個やっちゃうか。硬そうですね。さあ、どういう感じいきますかね。飛車なってくんのかな。まあ、ちょっと桂馬取るタイミングが一個遅れたんで得はしてる気がしますけどね。あー、そこの歩取ってくんの、どうなんだろうな、これは。まあ、桂馬取っといて、まあでも、まあ。悪くないかなって気はしますけどね。相手、そんなに囲いは、硬いっちゃ硬いですけど、そこまででもなさそうなんで。うん。香車を拾いに行く。香車拾いに行くのはあれだな。強者拾いに行くのはありだな。さあどうする。桂馬なんか打ち込みたい気もするけどね。馬をちょっと利用したいけど、まあ強者取っておきましょうかね。ぶっ刺しといて、わかんない、まだどうなるかわかんないですけど、あ、これ銀ぶつける手もあるな。銀ぶつけた方がよかったな。銀ぶつけて同銀だと馬で竜が逃げないといけないんで、そうですね、銀ぶつけた方がよかったかな。まあ、こっち受けるかな。強者の方受けてきそうですかね。銀上がるとかで。うん、どうだろう。微妙かな。何か狙ってきてる？わかんないけど。馬一回出た。これ銀ぶつけといて。これがね、でかいですよね。竜取りになってるんで引くんですけど、香車取られちゃうんで、まあ、だいぶ炎上しちゃうかなって感じですけど、どうでしょう。うん、これはこっち入りますね。さあこれで硬いんで、5分、まあ、一回馬逃げるんですけど、次どうするか考えとかないといけないな。うん、これは確かに嫌か。ああ、これを狙ってたんですね、ずっとね。金取ってくんのかな。確かにこれは嫌か。逃げるしかないが、かなり危ないですね。今金取ってくんのかな。さすがにそうですね、金取ってきて、まあどうだろうな。単純に金打ち、まあでもどうだろう、これは取るか。おお、すごいな。これはどうなんですかね。これはなんか、これはなんかありそうだけど、どうなんだろう。なっていったら同銀で、
金打って上がって分かんないな。ちょっとやってみますか。うん、同金で取って今金打ちですよね。で、まあ、これ竜取り、まあでも普通にこれで寄せに行く。こっち上がるしかなくて、どうなんだろう。ほぼって感じではあるけど、まだ詰みは見えないな。詰みあんのかな。銀上がって接続切られましたか。なるほど。はい、対局ありがとうございました。まあ最後まだちょっと詰み見えてなかったんですけど、まあ、ほぼほぼ勝ってるかなっていう感じでしたかね。はい。まあ、でも、自玉も結構危ない形だったんで、まあ、どうだったんでしょう。はい。まあ、ちょっとわかんないですけど、おそらく勝っていたと思います。はい。対局ありがとうございました。